動物が飼い主の身代わりになってくれる体験談がいろいろありますが、私自身も愛猫が体の悪いところを持って行ってくれたんだと思ってる。私は今でこそ子供でも発症すると言われてる特定疾患で、昔は二十歳前後からしか発症しないと思われてて、いつもいつも原因不明と言われ、幼少期にも数回死にかけ、小3の時は体力もついてたから入院までにはならなかったけど、3学期は体調不良が長すぎて、学校に行けたのは20日程度。その日も 38.5 度から熱が下がらず、解熱剤や座薬も使いすぎてて、使って熱を下げても、その後に薬のせいで体調不良もあったりしだしたから、もう薬に頼らず寝込んでた。そんな日に、まだ3歳だった飼い猫が突然倒れて亡くなった。病院にも連れてったけど間に合わなかった。猫が亡くなった後に、私の体調不良がみるみる良くなり、ガリガリだったのに、その頃から食べ物がとてつもなく美味しく感じるようになった。ぽっちゃりするくらい食べ過ぎたけど、太れるというのは、体が丈夫だということなんだと身に染みた。結局19歳の時に、難病が分かったけど、強い薬を飲み続けないといけないほどでもなく、風邪じゃない高熱も、内臓のどこかが炎症を起こしてたんだけど、解熱剤プラス普通の人より睡眠時間を多くとるくらいで、年々体調不良がなくなってる。子供も2人産めたし、遺伝はほぼない。本当に小3の時は入院こそしないけど、このままずっと体調不良が良くならないのではないかとすごく不安だった。3年前に36になって初めて胃カメラをしたら、胃潰瘍の痕跡が数えきれないくらいあったり、十二指腸も変形がひどく、吐血してないし、下痢の時もそれほど詳しく検査しなかったけど、確実に潰瘍に何度もなってると言われた。腸内型とかもある難病だから、もしかしたら腸内はもっと何かあった痕跡あるかもしれないけど、今は本当に普通より多少抵抗力がない、疲れた時には意識的に睡眠時間を、多く取るだけで高熱すらも出なくなった。ただの偶然かもしれないけど、飼い猫のおかげだと思ってます。私の家で飼ってた、当時18歳の黒柴のオスが、主人が危篤状態で救急搬送された日の、明け方に亡くなった。愛犬が亡くなったのは動物病院で、担当医が気づいた時には亡くなってたとのことで、日付が変わってすぐくらいではないかとのことだった。その日の夕方に、癌で通院治療してた夫の様子がおかしいと、救急車を依頼して搬送され、医師からは時間の問題だと、会わせたい人がいれば連絡してください、とのことだった。私は言われるままに連絡して、救命センターに家族と連絡を受けて駆けつけた方たちと、夫の手を握り、名前を呼び続けた。どんどん血圧が低下していっていたのが、日付が変わった頃から、意識がはっきりしだして、呼びかけに返事をするようになり、血圧も安定しだした。後から考えると、愛犬が亡くなった時間あたりから、夫の状態が良くなっていった。結果的に、2年後に夫は愛犬の元に旅立ったが、あの日からの時間は、愛犬が与えてくれた、奇跡の時間だったと感謝してます。